話し合わなくちゃ伝わらないか。いつからそこにいたの？あの親子再会できて本当に良かったわね。だけど魔王のせいで亡くなった人々や破壊された町はもう戻らない。ねえ、ウルノーガは世界を滅亡させるほどの強大な力を持っていたわ。あの力を目の当たりにしてなおウルノーガと戦うつもりなの？やっぱりあなたは勇者ね。世界に笑顔を取り戻すなんて言ってみんなが笑って元気になれるようなヨダスケパレードをし、魔王を倒さなくちゃ笑顔は取り戻せない。だから私もう一度あなたの旅についていくことにするわ。でもその前に一つだけお願いがあるの。私はウルノーガと戦って命を落としたって構わないわ。けれどパレードのみんなは巻き込めない。だからパレードのみんなを信頼できる人のところに預けたいんだけど、実は一人でもその人本当におっかなくて一人で会うのは心細いの。だからお願いついてきてくれない？ありがとう。それじゃ今話したことパレードのみんなに。
急に呼び出して一体何なのか。そんな感じなのか。いや、静かに。はい、みんな聞いて。私パレードやめる。だけど安心して、魔王ちゃんをやっつけるまでの間よ。倒したら絶対私お姉様を応援する。みんなの笑顔を奪う魔王ちゃんなんて絶対に許せない。私も応援するわ。お姉様がパレードを離れるのは悲しいけど、魔王ちゃんをやっつけるなんてお姉様にしかできない。そう、世界に笑顔を取り戻すためよ。だからそれまでの間、私のパパがいるソルティコって町で待っていてほしいの。パパ、ソルティコ。貴様、まさかとは思うが、ゴリアテか。やっと気づいたのね。いつ気づくかずっと待ってたのよ。ノー！ということで、ソルティコに向けて出発！イエーイ！なんてことだ。あの気真面目なゴリアテがあんな姿に。ジエゴ殿はさぞお怒りになるに違いない。あ、おー、すまない。あまりにもショックだ。奴の本当の名はゴリアテ、剣の達人と謳われるソルティコの名門騎士の後継ぎだ。奴は幼少から父上のジエゴ殿に鍛えられていたから、さぞ立派な騎士。ところがあるとき、理由はわからないが、ジエゴ殿と凄まじい大喧嘩、それきり行方が知れなかったのだが、ちょうどいい、私もジエゴ殿にお会いしたかったのだ。ソルティコはネダチャット地方の東のソルティアナ海岸にある大きな橋がある。ま
食らうがよい。蒼天魔山、はあ、グランドクロス、あっぱれじゃ。上出来だ。
進もう。闇の力よ。不思議なものね。この町には二度と来るまいと思ってたのに。あれがパパのお屋敷よ。だけどちょっと心の準備。